本日は A さんケーブルをご利用いただきましてありがとうございます。ケーブル掲示までのご案内をお願いします。アテナタナセミです。このケーブルさんは最高航海28の野生距離掲示までの高低差561メートルは日本一を誇ります。これに終点ケーブル掲示までの 1.3 キロメートルを約9分間でご案内いたします。途中傾斜角度が変化しカーブ傘もございますので走行中は座席にお掛けください。私のお客様に行いのご移動の際はお近くのデスリーなどをしっかりとお持ちいただきますようお願いいたします。また空いております、まだより顔やせ肘などをお出しになりませんようご注意願います。ただいま秋の全国交通安全運動を実施中です。必ず防止にご協力お願いいたします。直接現場は険しい山中の傾斜面であり、また我が国初めての試みであったカーブ、直線をつけた制度など、当時の生産技術をもってしても非常に難しい工事であったと言われております。以来96年間、A さんケーブルは多くのお客様を A さんへとお迎えしております。山上より下りケーブルカーが見えてまいりました。下りケーブルカーの仕組みについてご説明いたします。このケーブルカーには直径40mmの丈夫なケーブルロープが取り付けられています。これを山上のケーブル機器にあるモーターを動かしたり動かすことによりこのような急な斜面でもケーブルカーは安全に上り下りできるようになっています。また利用の車両は山上の場所を通してこの1本のケーブルロープでつながっています。そのため上りと下りのケーブルカーは同時に発車し同じところで進んでまいります。このような方式を人から水を汲むときに使
かるつるべになぞらえてつるべ式といいます。前方の縦に分かれておりますところの軌道の今日は中間地点信号車です。まもなく2号車にて下りケーブルカーターを連れてまいります。右下には次の映画会場の落語の景色をご覧いただけます。848m の比叡山には世界文化遺産天台宗総本山建立寺があり、国宝本尊寺堂などの建造物があります。手や先この比叡山を開いたのは天台宗の伝教大師大将です。神官一連法然など瞑想も一度は比叡山で修行をしており、日本仏教発祥の地と言われております。また、維持中より設置を禁じられていた名称を比叡山は、予兆の楽園としても知られ、現在も約60年以下の予兆が成功し、訪れる人々のことを耳を楽しませてくれています。現在は6へ3分以下に徒歩約10分の山頂駐車場に行き、夢を下がるバスがご利用いただけます。またかかる私の場合は到着ケーブル通信は夜の2時間ほど通りまして、ちょうど足止め、そこらく40分。そして山頂駅からは同じく夜の2時間ほど通りまして、ちょうど足止め、そこらく30分です。誰も助けるお待ちくださいそして山頂駅すぐにあります庭園美術館ガーデンミュージアム系には1500種類10万株もの豚バラが咲き誇り、米、布は日本の布を描いた印象化絵画45点を投下にて再現し、制限内に展示しております。7本目ケーブル地域に到着いたします。車内転送事故防止のため扉が開きますまでは座席からお立ちにならないよう、またお立ちのお客様がお近くの手すりなどをしっかりとお持ちいただきますようお願いいたします。車内通路階段も停車し、プラットフォームも階段となっておりますので、乗車サイトはお足元にお気をつけください。車内にお忘れ物落とし物ございませんようで願います。この後、山頂から6へお降りのお客様がケーブル地域に到着のお乗り場でございます。また6への乗り場でも再度乗車券を拝見いたします。6への乗車のお客様は別々のお手元に乗車券のご用意をお願いいたします。本日は A 館ケーブルをお降りをいただきましてありがとうございました。お出口左側でございます。左側扉ができます。
ケーブルがこの後ゆっくり止まってまいります。また空車の対応が車上でも見えます。各自車両が止まりまして、扉閉めますまでは点灯時刻押しのため、ご視聴者のままお待ちください。